熊本県立美術館は、熊本県熊本市中央区にある県立の美術館。本館は、熊本城二の丸公園の敷地内にあり、設計は前川国夫。熊本県在住の版画家である浜田智明コレクションや、県内の装飾古墳の模型を展示した装飾古墳室などが知られる。また、美術教育を普及させる活動の場としても活用され、 絵画実技講座や、鑑賞会、講演会の実施や、親子で参加できるワークショップなども行われている。所蔵コレクションは、約3300点。文館は、熊本城、本丸東側の千葉城町にあり、地上4階、地下1階建ての建物である。これは、旧熊本県立図書館を、熊本アートポリスプロジェクト事業の一環として、 スペインの建築家が設計を担い、天草の自然石を用いて、熊本城の石垣との調和を重視しつつ大幅に改築したもので、1992年10月に開館した。西洋美術では、幼少期を熊本で過ごした藤田嗣ぐを中心に、ルノワールの胸に花を飾る少女やロタンの接吻などをはじめとし、ハンガ類なども展示する。日本美術としては、 熊本藩時代の文化を継承した野の葉や狩りの葉の属する絵画や生姜類。また、熊本県ゆかりの焼き物類や近代絵画、彫刻なども展示する。熊本県は、熊本藩主細川家に伝来する文化財の保存、公開をしている東京の財団法人、衛生文庫と協定を結び、館内に細川コレクション衛生文庫展示室を新設し、 2008年4月から定期的に所蔵品を借り受けつつ内容を入れ替えながら常設展示することとしている。このほか、NHK 熊本放送局受信料徴収係を務めながら絵画、版画、茶道具、工芸品など数多くの古美術品や現代美術作品を収集した今西菊松による混成コレクションがある。収集品には 肉筆受け世二250点のほか、失芸家をとまり行動、人形作家平田の帯、失芸家像村ましきら現代工芸作家から今西が直接購入した作品などがある。今世の没後、遺族より大部分が寄贈され、現在当館に総数440点が所蔵されている。土日祝分マ30分 -17、15、 本館基礎室文館の特徴的な屋根植え、熊本県立美術館公式サイトによる、ハット ABCDEFGH、熊本県の博物館熊本県立美術館、熊本日日新聞社、1993年、24から27ページ、ISBN4 から90万5884から22から5、指定管理者制度について、ありがとうございます。